はい、えー、久保さん私の部下は私が上司なのに言うことを聞いてくれませんどういうふうな指導をすればいいんでしょうかということでございます短い文章なんで全体像は分かりません具体的にどんなことがあってね部下がどういった指示命令に対して言うことを聞いてくれないのかってことは書かれていませんけどもあの部下でありもしかしたら後輩かもしれない年下かもしれないこういった人が会社に入っているという立場もありながらもう言うことを聞いてくれないってことはもうすでにね あの、今回ご相談いただいた方が多分上司であり先輩だと思うんですけどもこの人にも魅力を感じてないんですよこいつの言うこと聞いてたまるかっていうふうにもう思われちゃってるんだと思うんですよで、これは裏を返せばそういうふうに思われた今回質問いただいたこの人にね原因がありますあの、なんで人が動くかっていうとこの人のためになるんだったらっていう人についていくところが一番大きいんですよもちろんね会社員である以上 表面上の予算とかノルマに追われるのはわかるんですけども、でも自分が一生懸命働いて成果を出さないと、結果を出さないと、自分の目の前にいる自分のことを大切にしてくれた上司がね、大変な思いをしちゃうとか、この人が恥をかいちゃうとか、自分の成績が足りないことによって、この上司の人、先輩の人が大変な思いをするなとうん、まあ。そう思うんだったら、やっぱりね、 働いてくれると思うんですよ、うんまあ、先輩はいいっすから俺がやりますからみたいなね思わせないといけないんですよで上司の方がねもしかしたら課長なのかもしれませんし部長なのかもしれませんけども部長課長座っといてください俺に任してください俺まだまだ新米ですから勉強したいんですもっともっと自分で、えー、仕事の経験積みたいんですだから困った時だけ教えてくれませんかって感じでうん,なんかねやっぱりこう先輩や上司がお飾りになるように 立ち振るるってくれるのがいい後輩であり、いい部下だと思うんですよ。そのためには、うん、やっぱりね、背中で仕事を見せないといけないんですよね。うん、だからそれが足りないんだと思いますよ。だ魅力的な上司先輩だったら、何も言わなくてもついてきますから。まあ例えばね、私の上司がビートたけしさんだったら、やっぱりね、あビートたけしが上司だ、やった、サボれるぜって言うんじゃなくて、ビートたけしが、 もうこうなったらね、ビートたけし、だから北野たけし部長が、究極はね、出勤しなくてもいいような状態を俺たちで作ろうぜっていうふうに、部下後輩は結束するようになってくると思いますし、まあ結束するほど人数がいなければ、俺がやらなきゃ、先輩が大変な思いする、俺がやらなきゃ、北野部長が、あの、責任を問われるみたいに、ね、なると思うんですよ。だからやっぱりこう、先輩や上司ってのは、魅力的じゃないといけないですよね。魅力的であるからこそ、 部下や後輩ってのは指示をしなくてもついてきてくれるんですよ。で結論言いますと指示を出してもついてきてくれないってことは自分がそれだけもうしょうもない存在になってるってことなんですよ。いわゆる老害ですよね。まあ、ですんで部下や後輩を疎む前に自分がね部下や後輩にとって立派な先輩でも立派な上司でもないんだっていう落言をされてるってことに危機感を覚えた方がいいと思います。